旭川時和ロータリー地図旭川時和ロータリー国土交通省国土画像情報をもとに作成旭川駅方面から見た道路案内標識警戒標識シンボルタワーのイルミネーション旭川時和ロータリーは北海道旭川市時和通り1丁目にあるロータリー交差点ロータリーからは国道40号を含む6本の道路が分かれているロータリー中央部には広場があり シンボルタワーがそびえ立っている。ロータリー内では、国道40号からの出入りが最優先されており、いわゆるラウンドアバウトの正しい運用にはなっていない。また、国道40号両方面と常磐公園方面の出入り部分には歩行者用信号が設けられているが、ロータリーから出る車については、自動車用信号が赤であっても、横断歩道に歩行者がいなければ、横断歩道を通過することができる。 ロータリー出口側の道路上に停止線がないため、このような状態が長年にわたって行われている。買い物公園へ向かう道路は、北海道音楽大更新の際、宮下通りまで更新する音楽隊のスタート地点となることがある。近隣には、道北経済センター、常磐公園、森山病院などがある。中央の広場は3つの通路があり、緑地となっている。 ロータリー周辺からこの中央部へ直接渡る横断歩道などはない。また、中央のシンボルタワーは関係者のみが立ち入りできる。タワーの上部には照明灯のほか、現在の時刻と気温を表す電光掲示板が取り付けられている。冬になると照明灯部分から電球の並んだ線が放射状に広場の地面へと取り付けられ、イルミネーションを楽しむことができる。2000年1月には、 ロータリー商店街が発足、時はロータリー周辺地域の活性化に努めている。旭川時はロータリーは1936年に建設された。竣工当時はロータリー上の交差点のみが設けられ、中央部のシンボルタワーはまだ存在していなかった。完成より以前、ロータリーのある場所は、宇首別川が流れる場所であったが、たびたび氾濫や洪水が起こったためその被害に、 悩まされていた。その当時は、時和橋という橋がかかっていたが、その後1932年に、洪水の多い牛別川への対策として切り替え、埋め立て工事が行われた。この埋め立て部分が現在ロータリーのある場所となっている。旭川市に、ロータリー交差点は、必要ないという非難の声も上がったが、複数の車道が集まった場所における交通を緩やかに、 するためロータリー交差点を建設した。建設当時の名称は時は広場であり、現在のように広場を中心として円形の車道が設けられていたが、中心に旭橋方面を通過する線路が敷かれており、1930年に開通した旭川市外起動市団線の路面電車が走っていた。1950年に北海道開発大博覧会が開催。 朝日川市内でも常磐会場が設けられ、博覧会を記念して、ロータリーの中心部に鉄塔が建設された。当時は平和塔という名称で、塔の下部は路面電車が通過できるように設計されていた。電車が通過する部分の真上に円盤状の屋根がついたデザインの鉄塔であり、現在のようなオブジェはなかった。その後1956年6月9日に、市団線が廃止となり、 それに伴い平和党も解体された。1985年、現在ある高さ35メートル、幅6メートルのロータリーシンボルタワーが竣工。鉄柱の上に建てられている銀色のオブジェは、氷や雪、氷柱に代表される、朝日川の自然を表現したものとなっている。2000年から、朝日川町明かりイルミネーションの一環として、中心のシンボルタワーから、広場の演習へ向け、 放射状に電球が取り付けられた。以降、当機関は、緑橋通からロータリーを通過し朝日橋に至るまで、道路沿いに並ぶ木々や、シンボルタワーに、毎年照明が取り付けられている。2003年に自衛隊イラク派遣に関する、イラク特措法が成立、朝日川市に拠点を置く陸上自衛隊、第2師団から第1次派遣部隊として隊員が、派遣されることとなった。そこで、 旭川商工会議所副会頭で、スーパー、富士会長のむぐるまひろしが自衛隊員応援を目的として、黄色いハンカチ有志の会を旭川市内の財界人と共に設立。地元の自衛隊員が無事帰還できることを祈り行う、黄色いハンカチ運動の一環として、2004年1月27日に、シンボルタワーの照明下部から全168枚の 黄色いハンカチが掲げられた。この黄色いハンカチは50、50センチメートルの布でタワーから地上まで全6本のロープに結びつけられたハンカチを旭川市内の建設業者たちがボランティアで掲げたものである。当日にはロータリー交差点沿いに位置する旭川商工会議所の前で形容式が行われた。この式典には 黄色いハンカチ運動に賛同したおよそ60人の市民が集まった。また、商工会議所ではハンカチの販売も行った。ハンカチが掲げられて、以降、市内を中心に黄色いハンカチの配布や建造物への掲揚を促す運動が行われ、同年の旭川冬祭りでは黄色いのぼりが立ち並んだ。これら有志の会や運動は1977年の映画 幸福の黄色いハンカチにあやかりを行われたものであるが、同映画の監督、山田洋二は、自衛隊員を送り出す際に黄色いハンカチが使用される点について苦言を呈している。2004年5月31日、イラク復興支援部隊の隊員たちが無事に旭川へ帰還。帰国した隊員たちが、旭川空港から駐屯地へ帰還するのを見届けた後タワーに、 掲げられていた黄色いハンカチは下ろされ、黄色いハンカチ有志の会は解散となった。活動を終了させた背景には、第二次派遣部隊の陸上自衛隊、第十一師団が位置する札幌市でも、同様の運動が行われたことが挙げられる。観光ガイド。上川総合振興局。2014年10月29日閲覧。ABCDEF、広報旭川市民。 旭川市 P62014 年10月29日閲覧収蔵物は語る第63回北海道開発大博覧会旭川市2014年10月29日閲覧旭川町明、かり旭川町明かり実行委員会2014年10月29日閲覧黄色いハンカチ掲げる旭川で派遣隊員の無事乗り 47ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ200401スラッシュ cn200401270100065.html2014 年10月29日閲覧。北海道新聞2004年1月27日夕刊自衛隊ニュース。防衛ホーム。 http://www.boueinews.com スラッシュニューススラッシュ2004スラッシュ 200402156HTML2014 年10月29日閲覧朝日新聞デジタルイラク自衛隊した世論の行方論より上派遣を追認北海道新聞2004年5月30日長官第一社会面 ありがとうございます。